中道よ中道よ明治41年3月2日は、南部藩出身の明治時代の歴史学者、文学博士、東洋史の概念を初めて生んだと言われる。森岡藩藩士、藤村聖徳の三男として生まれる。陽明を生じろうと言った。藩校で優れた成績を収めたため、14歳の時に、藩校、作人館の苦闘士であった藩学者、郷道高から壊れて、 後家の養子に入る。藩主、南部都市里の近似となり、養父が中と改正したのに伴って中道洋を名乗った。母親戦争における敗戦を経験し、江戸の越前判定に預けられる。明治維新後、福沢諭吉の書生となって、明治5年に慶応義塾別科に入学して学び、明治九年十六歳の時に日本古代文字校を洋々社団に発表する。 慶応義塾別科を卒業後、福沢諭吉の推薦で、市販学校、中学校、友江城学者などの教師を務め、後に、千葉市販学校、東京女子市販学校の校長も務めて、女子教育に尽力した。後に、明治33年に15位、訓後等高等官3等となり、第1高等学校や東京高等市販学校の教授となり、 1896年に東京帝国大学文科大学の講師も兼ねる。その間にも日本、朝鮮、中国の歴史における実証的な研究を多く発表した。明治34年文学博士の学位を受ける。代表的な著作としては中国史の通史である品通史や1897年新友革命説に基づいて日本の記念問題を研究した。 情勢年期校がある。また、現朝必死を、賃金すわせ実録の代で翻訳して、日本に紹介した。明治35年に、国語調査委員を命ぜられ、浄土州大学仏教地理講師嘱託。明治38年から明治39年まで、新国、満州、韓国を視察。語学、文学、歴史、地理、法律、経済、産業、社会、 統計、調査など、幅広い分野を広く研究し、満州語、モンゴル語を習得した。東洋学の創設者となった後は、原始の親となり日本史の記念にも大きな影響を与えた。明治41年に、心臓発作のため死去。14位、君四頭に上す。また、同じ森岡藩出身の内藤コナンとは親しく、白鳥倉吉は、 中学教師時代の教え子である。栃木県日光市の下言滝で、岩頭の看護書き残して、闘神自殺した藤村三沢葵である。ありがとうございます。